さあ本日はですね、僕が運営する沖縄ビレッジで投稿されたテーマについてみんなで話し合って出た結論を話していくシリーズを、やっていこうと思います。今回はですね、まあこれも沖縄移住する人だったらほぼほぼ確実に悩むかもしれないこと、沖縄移住するとき家電は持っていくべきなのか、それとも現地調達するべきなのかという内容についてです。これはねめっちゃ相談を受けます。僕もめっちゃ相談を受ける内容だし、沖縄ビレッジの中でもどうしたらいいですかっていう話し合いはよく行われていました。でせっかくなのでそれを僕がまとめて、沖縄ストーリーズという情報メディアの記事にしました。で、まあ、記事読むのめんどくせえって人のために動画にします。まあ沖縄移住計画していくうちに、まあ、ほぼ必ずね家電どうしようは出てくるんですよ。処分すべきか、それとも持っていくべきかね。これで、話し合った内容、まずはね、その話し合われた内容でどういう意見が出たのかっていうのをまずご紹介します。一つはですね、愛媛から那覇に来られたメンバーの方、愛媛から那覇来ました。冷蔵庫、洗濯機、電子レンジだけでも運ぼうかと引っ越し業者に見積もりを依頼したら23万円とか言われました。東京から愛媛に引っ越した時よりベラボーの高さなので売り払いました。必要なものは全て沖縄に来て買い直しましたということです。まあね、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジで23万円はね、新しいの買えますからねそこそこちゃんとした新しいやつ買えちゃうんで、ここまで見積もり出して高いんだったらもちろんもう売ってね、売ってまあまあ本当に足しにしかならないかもしれないけど、こっちで買った方がまだ出費はマシなのかなと僕も思いました。で、もう一方は、ほぼ処分してきました。持ってきたのは当面の着替え、炊飯器、食料、食器少量、テレビ19型くらいです。冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機は沖縄に来てから買い揃えました。リサイクルショップもいろいろあるので中古でも気にしない人はそれでもいいかなと。うん、これ僕もこれをほぼほぼ同じ意見で、僕も家電、まあ当時僕はもう何にも持ってなかったのであんまり僕は実体験じゃないのに参考にならないかもしれないですけど、僕ならどうするかなって考えた時、多分ね持ってこないと思います。いわゆる持ってくるのにまあまあね数万円では多分済まないんですよ。まあその僕、あのなんか一人暮らし用とかだったらなんとかなるかもしれないけど、洗濯機とかも大きいし、だからそういうのを運ぶってだけでも10万円は多分超えちゃうと思うので、海渡るんでね、これは僕でも買い直すかなと思います。しかも持ってきても、そのしかも中古のものを持ってくるっていう、それだったらちょっとねお金出して、あの新しいのを買った方がいいのかなっていうのも僕は少し思います。でもそれでもちょっともう買ってすぐ買ってもまだ新しいんですよっていう人もいるだろうし、ちょっと思い入れのある家電とかある人もいると思うんですよね。そういうの、家電を持っていきたい場合っていうのは、あのね、何個か方法があって、まあ、一つは当たり前ですけども、引っ越し業者に頼む。これだとさっき言ってた10万、20万かかる方法になります。で、少しでも本当に安く抑えたいっていう方は、ちょっと条件付きにはなるんですけど、車も沖縄に持ってくる場合だったら安く済ませれるかもしれません。というのは、車を運ぶとき、フェリーにこう車を乗せる、車載するんですね。で、まあ、フェリーに乗せるときの車の中に、家電を入れてしまうという方法はあります。ただ、これもフェリーの会社によってまちまちで、車の中にパンパンに荷物を詰めていいよっていうフェリーの会社さんもあれば、あ、もう一切乗せないでくださいっていう会社さんもあるんですよ。でもこれって、じゃフェリーの会社のホームページに荷物の積載について細かく書かれてるかって言ったら書かれてないんですよ。要は、誰かそのフェリーを利用した人の経験値ベースでしか話ができないっていう。私はここのフェリー使いました、ここのフェリーはもうパンパンに詰めて OK って言われました、暗黙の了解で、ね、言われました。それでさらに車載料金以外の料金はかかりませんみたいなところもあれば、もう袋一つ入れないでくださいっていうところもある。で、荷物入れてもいいけどプラスいくらもらえますみたいなところもある。フェリーのね、あの運搬会社によってもうこれもうほんとバラッバラなんですよ。なのでこれはね、経験者に聞くのがね、もうほぼ確実な方法になると思います。で、沖縄ビレッジ、移住した人もたくさんいて、車持ってきた人はね、ほとんどなんですよ。だから、そういう時に車にいろいろ乗せれたか乗せれなかったかっていうのも人によってまちまちの答えがあったので、まあもしね、今これ見ている方で、まさにその悩み持ってたとか、
まさにそれどうしようかと思ってたっていう方はぜひ沖縄ビレッジ入っていただいたら、これは一発で解決するかなと思います。パンパンに詰めてもお金かかんないよっていうフェリー会社を知ってる人はいくらでもいるので、はい、だと思います。結論としては、一番安くそしていい感じに運べるのは車に乗せること、乗せて車ごと運ぶ、これがもしダメなんであればもうそっちで処分しちゃって沖縄現地で買い揃える、これも嫌だ、どっちどうしても持っていきたいっていうんであればもう引っ越し業者に依頼して運ぶという順番になるかなと思います。まあ、これかな、結論としてはこの方法になると思うので、まあ、これはね、それぞれ価値観とか、基準もあると思うので、ぜひちょっと検討してみてください。でこういったね疑問とか沖縄ビレッジではいつも話し合いで解決しているので、ぜひ、沖縄移住検討している方とかは沖縄ビレッジ入ってみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。参考になれば幸いです。さよなら。